杵屋勝彦でございます、毎度おなじみに掛川に寄せていただきまして、今回はこのようなビデオを撮らせていただいております。さて、今私が参っておりますのは、粟ヶ岳でございます。今日はあの秋の雲がもうよくなんか鱗雲がもう秋かにも秋ですね。そして後ろご覧にいただっていただきますと、永斎禅師様の、像の後ろの方には富士山も見えております。毎年秋に、掛川のフェスタの皆さんの主催で、演奏会を毎年報徳社とかでやらせていただいておりますけれど、まだコロナの影響がありまして、今年は、このようにして、映像に撮っていただいて皆さんに、見ていただこうと思っております。でまず粟ヶ岳にまず何しに参りましたかと申しますと、今回はこの茶園ナーレの、催しということもございまして、お茶の、あの名所、それから最初に演奏いたします、無限の鐘という曲があります。この曲は長唄の中でも、奇曲、まれな曲と申しまして、特に私たちが研究しているんですけれど、あまり普通の演奏家も演奏しない、まあ、はっきり言って地味な曲なんですけれど、これがご当地掛川のこの粟ヶ岳の、山頂にございます。粟和神社のところにこの無限の鐘を埋めた井戸というのあるそうで、今日これからあの初めて私もあの お参りさせていただくんですけど、そこを訪ねて、この粟ヶ岳に登らせていただきました。無限の井戸というのは、あの井戸ということで、はい、まずは宮司様をよろしくお願いいたします。あのじゃあこの遠州の七不思議って私いろいろ伺ってきたんですけど、はい、その中の一つだと伺ってるんですが、あの、まあ、七不思議にはあのうちがうちこそ七不思議だというところがいくつかありまして、はいはい、七つばかりなくて、ね、いくつかあるらしいんですけどね、まあ、あのそのうちの一つが、まあ、あそこの掛川ですと鞘の中山の岩木石というのは、はいはい、必ずというほど挙げられるんですけど、本によっては挙げられてないところもあるんですけど、まあ、それでも、まあ、こちらでは七不思議の一つではないかと思って、思ってるんですけどね。あの、まあ、実際は鐘を埋めたということですけど、あのお寺さんのものなんですよね、はい、実際無限寺ってお寺があったっていうのは、この下にですね、50メートルぐらい下がったところに、もともとこの宮自体も一番最初はそこにあの岩倉っていって大きな岩があるんですけど、はいはいはい、ね、はい、そこの下があの昔 の一番最初の方の社殿というか、まあ、そこが拝むところであって、それが50メートルぐらいちょっと下に下がって、であの、まあ、ここに移したのは山頂ですけども、ここに移したっていうのはあの、まあ、あの崖地条例というか、あの、まあ、あの斜面にお宮さんとかああいう建物を建てるときかなり削らないといけないということで、木とかなんかだいぶ伐採しなきゃいけないということを言われたもんですから、まあ、それにまあ莫大な金がかかってとてもできないと言って、で、まあ、こちらに移したんですが、あの、まあ、ずっとこの山頂一帯があの神社の土地であるで、この金をここに埋めたという、まあ、伝説なんですけどね、はい、あの実際本当に掘ってみてあるかどうかは分かりませんが、あの、まあ、それがあの結局この金をつくと、あのこの世の中に出会えたら金持ちになる、大金持ちになる。ただ、死んだ時には地獄に落ちるという、はい、まあ、伝説なんですよね。それで、まあ、それでもいいから、とにかくこの世で、大金持ちになるんだったら、いいということで、夜昼構わず上がってきた人が、まあ、こう急峻な山ですから、それで、転げ落ちて、あの命を落としたと。いうような伝説があるんですね。それで あちらのちょっと岩の割れ目のところにですね、地獄穴といって、まあ、ちょっと穴があるんです、穴というか割れ目があるんですけどね、あの岩の裂け目というか、
そこにが地獄に通じているというような、そういう、まあ、まあ神仏集合ですか、そういうあの噂が立っている、まあそれがあの伝説となったというようなところでしょうかね。はい、まあ、それでそのまあそのここの井戸のところに埋めたというのでありますので、まあ、まあ無限の井戸と言われているようになっていますけどね。はい、これがその他のこの後の部分でも話するんですけど、これは歌舞伎に取り入れられましてね、もう今から300年ぐらい前の時に、あのそれがもうだからもうよほどあの江戸とか上方の方にもこの話が解釈されてたということなんですよね。それで取り上げられまして、それがお芝居になりましてというようなことでは今回取り上げさせていただくというようなことで、まあはい、結局やっぱり東海道ですから、はい、それとそういうところで、ね、行き来がして、はい、ありますから、そういう噂というか、まあ、そういう話が伝わるのはやっぱり早かったんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあ、こんなして、現地へ来て初めて私もあの拝ませていただきました。本当にありがとうございました。まあ、こんだけ固まっているところってのはここだけですよね。だからやっぱりここにあのお宮を、まあ、岩大きな岩とかあの木ですね、大木なんかで神が宿るというか、まあ、伝承会からよく見ると見やすいというので、降臨するときにこういうのを目指してきたということでありますので、だから昔はあの社殿がない頃はこういうところの前でお祭りをしたということですから、まあ、それが今でいう地鎮祭みたいな、そういう岩と。射撃を立てて、ラクダのような形にして、そこで降臨してもらうっていうのが、それが伝わったと思いますけどね。そこの岩がちょっと深くになってる。そこです。そこ。ここ。はい。ああ、なるほど。なるほど。これは、ね、中入るのもあの大変だけど、落ちるのも大変かもしれない。ここが地獄の穴、ここから無限地獄行くそうでございます。気をつけましょう。はい
掛川チャエンナーレ。